はい、皆さんこんにちは、まなみです。今日はですね、北海道ワークショップどんな感じだったかっていうところをね、お伝えしたいなと思います。なので実際まだ北海道の中にいます。で、この場所は私のお家とかじゃなくて、あの北海道の市内にあるエアビー&ビーですねを借りてます。で、まあなんでそこにしたかっていうところもね、後でちょっとあのお話をねしたいなっていうふうに思います。で、まず私が1日目に行ったところは帯広です。で、帯広はこう北海道がこういう風にあったらちょうど真ん中らへんというか、この感じにあります。なんであのそこに行ったかというと、まあ、2つのチームに対してまあダンスのワークショップをしに行きました。で、それは1つは帯広北高校っていう学校です。もう1つはレッドダイヤモンズっていう中学生とかのね、あのチームになってます。で、その子たちが、まあ、1つの体育館に集まって私のワークショップ受けてくれたっていう感じになります。で、その子たちはね、もうすっごいパワフルだったんですよね。もう最初始まった時からもう元気よくて、あのダンスを習ってる最中とかも、あのいい意味ですごいね、あのアットホームな環境を作ってくださって、私としても、まあ、一番最初ですしすごい緊張はしていたんですけど、まあ、その緊張がすぐに解けるぐらいの雰囲気を作ってくださいました。なのでもう本当に楽しいワークショップになって、で、あの一番最後にね、まあ、私と一緒に踊ってくれる人みたいな感じで、こう立候補制な感じの瞬間を作ったんですけど、その時とかも結構みんな踊りたいみたいな感じで出てきてくださって、あのすごい積極的なチームだなっていう風には感じました。で、帯広ではもうね、あの豚丼がすごい有名なそうなので、豚丼を食べに行ったりとか、あとは海鮮をね食べに行ったりとか、ジンギスカンを食べてみたりとか、そんな感じで結構あのお食事を楽しみましたね。なのでもうちゃんとね消費しないとやばいなっていう感じではあります。はい、もう全部すごく美味しかったですね。で、その後私は苫小牧に移動しました。苫小牧に移動したんですけど、で、移動手段としては特急を使いました。帯広から南千歳まで一本でまずピンって出ます。で、そっから乗り換えて、あの苫小牧のところまでまた特急で行くみたいな感じで、一回乗り継ぎの特急ですね。時間としては3時間ほどかかりました。で、その中では、まあ、ずっとね YouTube の編集したりとか、まあ、他の仕事したりとか、そんな感じで時間を潰しました。はい、なのでね、まあ、時間潰したというか普通に仕事の時間だったっていう感じですかね。で、そこで何をしたかと言いますと、駒沢大学附属の苫小牧高等学校に行きました。で、そこでまたダンスをしたっていう感じになりますね。で、そこの子たちはもう本当に礼儀正しくて、もうね、あの私があのこうした方がいいよっていうこととか、あとはまあこういう振りをしてくださいみたいな言ったことも全部そのままあの律儀にあの表現しようとしてくれて、もうなんかね、そういう礼儀正しさとかきっちりしてるっていうところが、なんかそういうダンスにもね全部現れてるなっていう風に正直感じましたね。で、そこでもすごいいいワークショップをすることができたんですけど、そこではもう本当にね時間がなかったので、到着して、まあ、ランチをね軽くパパって食べて、ですぐにワークショップして、でもその日のうちに札幌の方に車で移動したっていう感じになります。車の、まあね、この時間としては1時間半とかでしたかね、まあ、そのぐらいの時間をあの私の後輩が、まあ、コーチをやってるんですけど、その子があのずっと乗せてくれたっていう感じになります。で、私はこの Airbnb を借りました。で、なんでねここにしたかというと、まあ、正直ホテルでも、まあ、金額としては、まあ、やっぱ Airbnb の方が安いっていうのはあるんですけど、まあ、そこまで変わることはなくて、ただここだったらキッチンもついてますし、あとはね、あの普通に洗濯機も使えるっていうところで、私はまあ洗濯をしたかったっていうのもありますし、あとはまあ自炊したかったっていうのが正直あってここにしました。で、ただやっぱあのこっちに来たからには、まあ、こっちのね、あの名産物とかそういうものとかもちゃんと食べたいなとは思うので、テイクアウトをしたりとかもしたんですけど、でもそのテイクアウトとかもここをね借りた時にクーポン券もらえたんですよ。それが4000円分のクーポン券をもらって、で、まあね、調べてそのクーポン券がどこで使えるかで、使えるお店でテイクアウトしたみたいな感じなので、実質無料なんですね。
で、この無料でこういうお料理たちを買うことができたっていうのと、タリーズのコーヒー買うことができたっていうのと、あとはね違うところでもコーヒー買うことができたみたいな感じで、結構このエアビー泊まって、なんか嬉しかった点が多いですね。ただこのキッチンになんか調味料とかそっち系がなかったので、自炊するにしても、レンジでチンぐらいしかできなくて、自炊とは言えないですけど、そんな感じでしたね。なので焼くことが正直できなかったです。でも全然満足です。すっごい広いですし、普通にキャリーケースもバーンって開けますし、もうすごい快適です。今日は北海道に来てから5日目、金曜日にインして、金土日月火で5日目なんですけど、今日は立命館慶尚に行ってきました。でそこはね、私の母校の立命館の、付属校っていうところで、私が一回ね、チアリーディング時代にこっちに来させてもらって指導とかそういうのはしたんですけど、そっから5年経って久しぶりにここに来たみたいな感じなんですけど、その時来たのが3月だったので、もう全然外観とか違うくて、その時3月でも雪降ってたんですよ。すっごい積もってて、でも今回雪とかないんで、もう全然外観とか違うくて、すごい新鮮な感じでしたかね。で、そこの子たちもすごいね、純粋というか、本当にピュアピュアな感じで、もう言ったことを全部やってくれるみたいな、もう本当心優しい子たちがすごい多くて、でね、ただやっぱ緊張しいなんですかね。やっぱ最初始まった時とかもすごい緊張してるなっていうのは伝わってきて、でもワークショップやってるうちにだんだん慣れてきて、すごいね、わちゃわちゃっていう雰囲気でもありましたし、やりたい子みたいな感じで言った時も結構バーって出てきてくれたりとか、そんな感じ感じで、なんかだんだん慣れていったみたいな感じでしたね、ここの学校は。でその後、他の学校とかもそうだったんですけど、ワークショップの時間は、ダンスだけというか、私の考えた振り付けだけではあったんですけど、その後は、スタンツを見たり大会ダンスを見たりとか、そんな感じで、有意義な時間になったんじゃないかなっていうところですかね。そうであってほしいなっていうところですかね。で結構ね、嬉しい言葉もいただいて、私自身もなんかちょっと自信がついたっていう部分は正直あります。なので他のね地域に今からも行くんですけど、その時とかにもっともっとね、自分のパワフルさとか、あとはね、なんかもっと伝えたいことっていうところをみんなに伝えれるように、言葉選びとかもしっかり考えてやっていきたいなっていうふうには思います。はい、本当にね、今回いい経験をすることができました。でね、またね、いつ帰国になるかわかんないんですけど、その際とかにまた来させてもらって、いろいろ指導ができたらなっていうふうにも思います。でその時にはね、また新たな私としてお伝えできるように、私自身も成長したいなっていうふうに思ってます。ではね、今回の北海道出張ワークショップはこんな感じでした。でね、もう一つ実は目標があったんですけど、名産物を食べる、これはね完全にクリアしました。で温泉に入る、これもねしっかりクリアしました。北海道で1回入ることができました。なのでね、他の地域でもそれが達成できるように、ちょっとね温泉をリサーチしたいなっていう風に思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ぜひ高評価ボタンといいねボタンもよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。